TT はドイツの自動車メーカーアウディが製造販売するフォルクスワーゲンゴルフをベースにする全輪駆動 FF と 4WD のスポーツカーである。ちなみに社名の TT はイギリスマシ島で開催されていたレースイベントツーリストトロフィーに由来する。ロードスターリアアウディが1995年に発表した TT デザインスタディモデルを ほぼそのままの形で市販化したモデルが、この TT である。TT のデザインの方向性は、その後のアウディ社に反映されただけでなく、他社のデザインにも影響を与えている。プラットフォームは、アウディ a 3や、フォルクスワーゲンゴルフなどと共通であり、1998年に、バックハッチを持つ TT クーペを、発売、2000年には、電動ソフトトップを備えた TT ロードスターが、 追加された。初代 TT のデザインはドイツ系アメリカ人のフリーマン・トーマスによるものでアウディ DKW モンツァのオマージュであるとも言われる。円のモチーフをエクステリア・インテリアともに反復表現していることも特徴である。しかしこのスタイリングは高速域での過大なリフトをもたらす要因ともなった。内装ではアルミニウム製パーツを用いて質感を高めたりオーディオ ワンタッチで隠せる蓋を設けるなど、プレミアムスポーツを感じさせる演出がなされている。クーペは、後部座席を持つが、大人が座るには、非常に窮屈である。ただし、後部座席の背もたれを前方に倒すことで過失を拡大することができる。発売当初、時速 180km 以上の超高速域において、TT のフォルムがもたらすリフトを原因とする。 横転死亡事故が発生したため、急遽リアスポイラーの追加及びサスペンションの設計変更が行われ、すでに販売された車については無償での追加と交換が実施された。なおこのリアスポイラーの装着に関しては、デザイナーがカタクナに反対したという逸話がある。日本国内でのデビュー当初は左ハンドル MT モデルのみだったが、最終的には 右ハンドル AT モデルになった。マイナーチェンジが1回実施されており、外観ではヘッドランプ周囲が黒から銀黒色へ、フロントグリルが水平基調から格子柄となったほか、アルミホイールのデザインが変更されている。グレード構成は以下の通り日本国内世紀導入ロードスターリアクーペ内装エクステリアデザインはホルヘディエス、ゲイリー・テレックが担当した。エクステリアは、 初代 TT のイメージを残しつつ、最近のアウディの特徴であるシングルフレームなどを取り入れた躍動感あふれるデザインとなっている。アン -225 からインスピレーションを得たという空調の吹き出し口や SF 映画に登場する宇宙船のようなテールランプなど細かな内装の作り込みも特徴である。そのインテリアデザインはカルステン・マナージャン、ウル・ベイ・アーランが担当した。 メカニズム的には、初代 TT がそうしたように2代目 A3 と同じプラットフォームを採用しているが、TT のために開発されたスポーツカー仕様のアスフを採用したことによりボディの7割がアルミニウム製となった。これによってねじれ剛性は従来と比べてクーペは50%、ロードスターは120%向上し、同じプラットフォームのゴルフより 100kg 近くも軽量である。 ちなみに、残りの3割の鉄は、重量バランスと衝突安全性の改善ため、リア部分とドアに使われている。初代の欠点であった超高速域の安定性は、時速 120km になると、自動的に競り上がる、電動格納式、リアスポイラーやアンダーボッディのフラット化によって改善され、CD 値も0.30度、初代より向上した。また、 オプションとして、アウディとしては初めて、自生流体を利用したサスペンションである、マグネティックライドを搭載している。インゴルシュタットの本社工場で、ボディの生産を行い、ハンガリーにある、アウディハンガリアモーター KFT へ、列車輸送され、組み立てを行っている。日本仕様のグレード構成は、以下の通り。なお、日本仕様は、TTS と t TT TRS を除く。 全車右ハンドルのみ、HDD ナビゲーションシステム、バイキセノンヘッドライトが、標準装備となっている。日本国内世機導入日本国内世機、導入日本国内世機、導入 TTS 無人仕様 TTS ロードスター、TTS ロードスター TTS ライン改良型、TT ロードスター改良型2014年のジュネーブモーターショーで世界初公開された。 ホルクスワーゲングループの MQB プラットフォームを採用するが、ボディ外販はすべてアルミ製となり、従来比で最大 50kg の軽量化を果たしている。外寸は先代と大きく変わらないが、ホイールベースは 37mm 延長された。2015年8月20日、TT クープ、TT ロードスター、TTS クープの導入を発表し、同日に販売開始。 2016年8月23日、TT クーペ 1.8TFSI を導入。また、TT クーペ 2.0TFSI は廃止された。さらに、180台限定で、TT クーペ 1.8TFSI ファーストエディション。110台限定で、TTS クーペアーバンスポーツリミテッドを販売開始した。2017年7月11日、TT クープ1.8。 TFSI ライティングスタイルエディションを110台限定で販売開始。TT クープ 1.8TFSI をベースに S ラインにエクステリアパッケージなどを装備している。2017年9月19日一部仕様変更し、同年9月20日より販売開始。TT 全モデルにスマートフォンインターフェースと USB ケーブルを追加したほか、TTS にアウディパーキングシステムを標準化した。2018年5月7日、TT クープ S ラインダイナミックリミテッドを125台限定で販売開始。1.8TFSI をベースに S ラインエクステリアや LED ヘッドライトなどを装備している。2018年7月17日、TT クープ 1.8TFSI スタイル。 TT クープ p 2.0 TFS i q アトロスタイルをいずれも100台限定で販売開始。共に S ラインエクステリアやインチアップしたアルミホイールなどを装備する。2019年4月24日 TT クープ、TT ロードスター、TTS クープをマイナーチェンジし、同年5月9日より発売すると発表した。今回のマイナーチェンジでは、 パワートレインが一部変更されたほか、標準モデルに S ラインエクステリアのデザインを取り入れた。また、TT シリーズ誕生20周年を記念した世界限定モデル20イヤーズを20台限定で6月10日より販売開始すると発表した。2020年6月16日、TT クープ S ラインコンペティションを150台限定で販売開始。S ラインパッケージや コンフォートパッケージなどを装備している。2020年7月14日、TT ロードスターファイナルエディションを50台限定で、同年9月15日より販売開始すると発表。年内に生産終了する TT ロードスターの限定モデルで、初代 TT を早期させる特別装備を採用している。TT クープ TT ロードスター TTS クープ。ありがとうございます。